ワンフォーザ勇気、トゥーフォーザ度胸、スリーフォーザ覚悟、俺がバックトー。いやいや、20回頑張ってる。やるの？来ましたね。いきます。間でいいならぜひ。はい、本人覚えてないかもしれないですよね。分かる、はい、これで分かる。あの圭之助さんとのやり取り分かるでしょ、はい、今日これで分かるでしょ。何するか。まあ飯田さんとのコラボですか。言うなよすいません。お前すぐバトルネタバレさせすぎる。すいませんすいません。引っ張らせるオープニングが好きなの。オープニングの中村って最近言われてるの知らなかった。それ無駄に他の YouTuber よりオープニングが長いで有名。そうなんですか。コムドットガバン中村から長いオープニングコメントが書かれると嬉しい、はい、今日は飯田さんとの初めてのコラボ。約8ヶ月ほど前に初めて会った飯田さん、あの純子久しぶりの時ですよね。そう、あの日も同じグループにいたのが実は一番最初に仲良くなった人。あ、そうなんです、ね、みたいな感じ。そうなんだ。なんか意外ですね。あとその時のグループの人はみんな同時に仲良くなった。はいはいはい。で、何やろうかな今日は。まあ一ファン中村のファンとしては、うん、ちょっと向き合ってるところは見たいなということで。向き合ってる。今日はちょっとスパーリングの方もやっていただけたらなと思うんですけど、どうですか。スパーリング。まあそれでいいんだったら。いやちょっと何してんだ。なんか今日は飯田モードだな。あ、今日は飯田モード。多分やめた方がいいっすよ、それ。ということでね、はい、実はそうですね、内容はともかく昨日はブレイキングダウンのオーディションを実はそうですね、行ってきたんです。はい、お疲れ様でした。うん、すごい疲れた。で、俺飯田さんのある特徴に気づいた。はいはいはい。ここなんかこう参加者も来るじゃん、はい、ちょっと横の辺に来る。はい。で、飯田さんこのポジショニングにいて、普通俺たちはさ、ジューシーとか俺たちはさ、こっちをそいつら見て、おいってなってたんだよ。はい。飯田さんもずっと前なんだよね。多分ね、しかもちょっと横目で見てるぐらいなんだよね。まあそういうのも含めてね、飯田さんから今日は何かを盗み取ろうかな。そうですね。うん、マススパーというかさ。そうです、ね、俺まだ目がさ、ちょっと実は今万全じゃないんですよ、はい、ちょっとたまに衝撃があるとちょっとブヨヨンみたいになってるから、はい、なんかあんまりいい感じの動画になるかちょっと自信ないんだけど。まあ逆に今回、まあ、このブレイキングダウンに向けて予行練習じゃないですけど、うん、そうだよね。そういう意味でも飯田さんと向き合って出たらもう誰も怖くないですよね、うん、ちょっと頑張ってみて、はい、それでは早速着替えてちょっと行ってみよう。はい、皆さんどうもありがとうございます。やっとというかやっとというかやっとですその言葉が一番ふさわしいですね。この二人に関してお疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。やっとちょっと怪我もちょっと治って。ああ、大丈夫でした。そう、まだちょっと目がまだちゃんとは見えてない。あ、向き合うのに久しくちょっと練習が全然全くできてなくて。ああ、そうです。そうなんです。あ、そうです。だからちょっとそこを自分の中でちょっと雰囲気だけでも映像で焼き付けておくだけで役立つかなと思って開示していただくような感じで軽く、はい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 、お願いしたいと思ってます。じゃあ早速いきますか。そうだね。はい、ちょっとアップしといた方がいいね。さすがにさすがにちょっとこの辺を打ってた、はい、手首のあれとかもあるでしょ。はい、いいわよ。あれ、1ラウンドボクシングでやって、もう1ラウンドボクシングで、もうちょっと傘のさ、なんて出せないな、楽しいね。久しぶりやった。そうですよね。めっちゃ楽しい。いいじゃないですか。こんだけでも十分。いよいよじゃあ2ラウンド目は、キックボクシングルールでマススパーリングしたいと思います。バン中46歳、今日俺誕生日だから。あ、おめでとうございます。これちゃんと入れとけよ、テロップで。バン中46、はい、もうちょっと頑張ります。もうちょっと頑張る。ハッピーバースデーじゃん。もうちょっとだけどな。わかりました。もうそれ以上頑張らないよ、ね。はい、あと4年ぐらい頑張りましょう。はい、じゃあ飯田さん、よろしくお願いします。
いや、お疲れ様でした。面白い。お疲れ様でした。やってるよ。ああ、なるほど。今日2ラウンド目だからやっぱり久々の感じだとやっぱ疲れますかね。疲れます。きついよ。飯田さんどうでした？疲れました。あ、疲れました。お互いあちょっと感想聞かせてほしい。真ん中今日46歳を迎えた。はい、46歳とは思えない。飯田さん何個上とるの？10個ぐらい。そうですよね。見たかお前ら。すげえな。その向こうのお前ら。しかもお互いウォーミングアップなしなんで。いきなりだぞ。俺も元気ないで。いきなりやったぞ。自分のとこ何もなしだ。怪我だけは本当なかったんでよかったです。本当にできるってことだから。すごいですね。なんか飯田さんはボクシング出身だと思うんですけど。あ、そうだそうだ。そのキックの試合の難しさとかなんかそういう部分ってあるんですか。そうですね。ボクシングとは距離感も違うし、あ、まあ、今結構近い感じでやってたんですけど、まあ、またあのパンプが多くなるんで、そこら辺は難しいかなと思ってます。でも、まあ、ブレーキングダウンはやっぱり距離は結構近いです。そうですね、潰し、こう近くガツガツ殴り合わないと面白いです。あ、これは一番聞きたかったんだけど、もしかしたら内容によっちゃ言わないでくるって話なのかもしれない。やっぱ飯田さんの戦い方って相手がボクシング出身の人とか、まあ、過去の試合もちょっと見させてもらったけど、やっぱ相手のものなんだろうな、常にこうステップで準備はしながら、相手がこうピクっていうか、ピクっていうか、ピクっていうか、何か始まるだけが用意通りになってて、そこからもう自分のあのままなってるのかなっていうのは。ああ、でもそうですよ。やっぱ見て、はい、様子見て、なんか初めから行くとカウンターもらうのが怖い。やっぱそうです。相手がなんか出てきたら、やっぱそのなんかここの、この例えばキック、ローキックの2キックだったら、キックって言ったらもうそこから、やっぱそこからもう両方な。で、そこからまあ倒せたら倒せたらし、倒せなかったら、また1回間隔空けて、はいはい。結構そこでやりきれちゃうことが多いけど、ガードっての結構意識どんぐらい自分の中の比率で言うと、いや、もう打ち合いになったら僕あんまり気にしてないです。とにかく顎さえ引いてればやられねえぞっていう。顎引いて、打ち合うなら打ち合って倒すか倒されるかっていうのはやっぱ多いんだ。まあ面白いかなと思います。まあ、それが3分3分が長いとスタミナ的なこともあるし、技術面があるんで、もうちょっとゆっくりになるんですけど、ブレーキングダウンがすごい戦い方も、やっぱそうですよね。面白いな。いいですよ。ちょっと待ってください。一緒だよ。一緒？全く一緒だよ。全く一緒。すごいじゃないですか。これ全部一緒。マジっすか。そう。あと俺思ったんですけど、なんだ。あれですね。結構 YouTube だと飯田さん喋るんですね。確かに。確かに。オーディションの時だぞ。マジでいいこと気づいたな。びっくりしましたよ。確かに。すげえ喋ると思う。そうだな。オーディションの時多分1回ぐらい喋ってないぞ。ちょっと後で聞いてみましょう。そうだな。そう触れてみるか。本当ね、トンコツのやつだから一回ちょっと聞いてください。はい、すみません。長谷さんお疲れ様でした。あ、お疲れした。ありがとうございました。いい、忙しい中お互い温かいじゃないですか。今日は対戦してみて実際どうでした？あ、そうそう。なんかやっとじゃあ3分向き合うかなみたいな、そういう喜びですよ。なるほど。これからそれを機会にまたなんか、まあ、食事みたいなことがもしできたら、なんか気楽な感じで、はい、あのまあ、YouTube の上だとちょっとふざけてることも多いんですけど、でも意外とそこは普通なんで、意外といいんじゃないんで、はい、あと、なんだろう、まあ、試合の話はそんな深く触れれないんで、まあ、お互い、相手は一応決まったんで頑張りましょう、そういうことと、で、やっぱ怪我からのお互い病み上がりなんで、なかなか大変だと思うんですけど。みんなに結構この感想を聞くんですけど、うん、どんな思いで見てくれてたのかなとか、ちょっと聞けたら聞きたいなと思って。多分触れたこと、うん、あんましっかり見てないですよ。
すいません、ふわっと見すぎてすげえ感想的に出るみんなあれで泣いてたんですよ。すいません、そこでふわっと見てくれたところが最高に嬉しいですけど、まあ、そこは多分一番積もったところだけど、そうそう、皆さんそれ俺気になったことが一個あって、オーディション最中もこっちに参加者来るのにひな壇座っててもずっと言ってんの方しか見てないんだけど、あれサングラスそっちにちゃんと見てるのかな、それとも寝てるのかなと俺はそっちが気になっちゃって、あれはめっちゃ見てるんですか。僕そんな方向いてましたか。そうなんですよ、どうしてもチラッと俺ひな壇ってこういう時ちゃんと見てるのかなって俺思って見てるんですよ。そうするとなんか絶対まっすぐの何にもねえ方をすぐ見てこうやってるからで椅子だけたまにこう直してまたこうやってそっちしか見てないからここに飯田やらせろっていうのがいるのに全然見ないのがどうしてかなってちょっと気になってるんですけど、見てるんですか。でもいや、ふわっと見てますね。ありがとうございます。あ、いいです。まあ、ちょっと長々しく喋っちゃってもね、あれなんでこの辺でまとめたいと思うんですけど、また次回チャンスだったら、はい、ぜひよろしくお願いします。マインドを噛み締めば変わってく、分かってる、運命の生産、勝ち負け争う。俺今日真ん中46歳今日大丈夫ですよね。はい、それでなんかはい、これ箱ってことはなんかくれるっていう感じで俺は言っとっていいですか。ニューバランス好きですか。ニューバランスだって、飯田さんニューバランスのあれですよ。ニューバランス、はい、なんですか、アンバサダー、アンバサダー、モデルやった。これ持ち込むんですよ。これニューバランス。ちょっと待って、ニューってニューバランス違うの。これニューバランス。ニューバランス、一応ニューバランス。なんかちょっと真ん中っぽいな。いいじゃないですか。ちょっと見ていいですか。おお、かっこいいじゃないですか。右乳じゃねえの。違う違う。左縛りますよ、ほら。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ちょっと履いていい。はい、履きましょう。めっちゃいいじゃないですか。似合ってます。大丈夫ですか。似合ってるんだ、これ。乳って書いてある。乳。じゃあまたみたいな感じ。あ、じゃあまた皆さん、またごきげんよう。デイゴさんも、はい。